ママさんおはよう。このね、紅茶ね、はい、引き取ってもらえるかわかんないんだけど、結構ねもうボロボロっていうかね、もう廃れちゃってるんですけど、このカバンと、あとこのブーツ、このブーツがね確かねクチュールブローチのブーツだったと思いますね。あとこれもう絶対履かないと思うだろう神戸レタスね、結構ヒールが高いので、結構もう履きませんね。結構スウェード素材で、ね、可愛いんだけど、もうこれも履きません。これね、確か一回も履いてないんじゃないかな。これもまた古いね。結構前に買ったブーツなんだけど、これが買ったてからね、履いてないですね。多分一回も履いてないんじゃないかな。これと、あとね、これですね、GU で買った靴ですね。多分ね、その時は靴下履いてたんだろうね。うん、結構良かったんだけど、やっぱ今履いたらね、パカパカ、カパカパしてね。うん、やっぱり、サイズが私には大きかったんでね、これももう手放します。じゃあ本当にさ、足がちっちゃいのって本当ね靴に苦労するんですよね。本当はこれ私履きたかったんだけどね、本当悔しいです。まあしょうがないですね、足のサイズ21センチなので。ラムさんただいま。コインランドリーね行ってきて、こんなに綺麗になりました。とこのね絨毯とさっきのね白いやつ2枚で1200円でしたね。でもねすごいね綺麗になりましたよ、ふわふわで。これねニトリで買った羽毛布団なんだけど、置き場所がないのでテレビのね上に今置いてるんだけど、天気がねいい時にねこれ干しました。でいつもね寝てる布団こんな感じですね、汚いでしょう。これね今からお布団のカバーとかね変えたいと思います。でカーテンもこっちとね、こっち取り替えようかなと思ってます。で、このね、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、この、これすごいでしょ？こういう風になっちゃってるからね。今からこのソファーにカバーをね、つけたいと思います。私がいつもね、寝ている枕がこれなんだけど、これね、カバー、これカバンなんですよ。ミーフィーちゃんのね、
カバンをね、枕カバーにしてるという、なんてガサツな女なんだって感じですよね。で、これもうね、取り替えますね。はい、それではね、今からお布団変身したいと思います。Thank you.